とヒョンジン&イミンギ、新ドラマ、ビューティーインサイド、出演確定、韓国で下半期に放送写真イコール舞で、イリー TV、ビューティーインサイド、ガソヒョンジン、ヒミンギの出演を確定し、期待を高めている。今年下半期に韓国で放送される予定の JTBC 新月日ドラマ、ビューティーインサイド、脚本、ヒムメアリ。演出、ソンヒョンウク、ガソヒョンジン、ヒミンギのキャスティングを確定し、本格的な撮影に突入する。初めて呼吸を合わせるソヒョンジンとイミンギが、どんなシナジー、相乗効果、で視聴者、たちを魅了するのか、新しいラブコメカップルの誕生を予告しながら期待感を高めている。ビューティーインサイドは、1ヶ月のうち1週間は別人の顔で生きる女性と、1年間他人の顔、と見分けることができない男性の、少しは特別な今までになかったヒーリングロマンスを書く。ドラマとして制作されるというニュースが伝えられた時から話題を集めた、ビューティーインサイドは、ソ・ヒョンジン、イミンギによる胸をときめかせるケミストリー、配称、で、最高の期待作として浮上した。ここにブームを巻き起こしながら大人気を博した、また、オヘヨン僕が愛した未来、時間、チルダ、のソンヒョンウクプロデュースタート、斬新な出力のイムメアリ脚本家がダンクを組んで、原作とはまた違う魅力のロマンチックコメディドラマを披露する。2012年に公開したソーシャルフィルム、The Beauty Inside は、破格的なコンセプトと斬新なストーリーで、カンヌライオ、ズ国際クリエイティビティフェスティバルとクリオ賞で金賞を受賞しただけではなく、全世界的に再生回数7000万件を達成した。これを原作に2015年に公開した映画、ビューティーインサイド、制作、ビョンフィルム、監督、テク、も、超豪華キャスティングと繊細な感性で、動員観客数200万人を突破するなど、人気を集めた。ドラマ、ビューティーインサイドは、顔が変わる設定を女子主人公に変え、変わった面白さを与える予定だ。一定の時期になると別人に変わる女子と、唯一に彼女の顔だけ認識する総合失忍の男のロマンスは、原作が持っている切なくて感性的なイメージに、愉快さと共感を与えて差別化したロマンチックコメディの誕生を期待させる。突破的な魅力を持っている、ラブコメの女神、ことソヒョンジンが、1ヶ月に1回顔が変わるトップスターハンセゲ役を演じる。神秘主義、スキャンダルメーカー、シンデレラという就職後が付けられたハンセゲは、噂もデマも多いトラブルメーカー。だが、100の顔で100の演技をする女優として、100面美人、というニックネームで呼ばれるトップスターだ。一定の時期になると別人になる、致命的で特別な、魔法、にかかったハンセゲは、悪縁なのか運命な、のかわからない契約で絡み合ったソドジェに出会い、ミステリアスな世界の扉を開くことになる。ソヒョンジンは、また、オヘヨン僕が愛した未来、時間、チルダ、ロマンドクターキム、サブ、愛の温度、まで、3作品連続ヒットに成功した、名実ともに、ラブコメの女神、ザ・ラブリーでリアルなディテールで、どんなキャラクターでも自身だけの色で染めるソヒョンジンの M。技で再誕生する、ビューティーインサイドは、深い共感と新鮮さでときめきを与える予定だ。
また、オヘヨン僕が愛した未来、時間、シルダ、のソンヒョンウクプロデュー。サートとヒョンジンの、ゴールデンコンビ、の再会にも関心が集まっている。ソヒョンジンは、ドラマの斬新な題材に惹かれた。1ヶ月に1回別人の人生を生きるハン・セゲを通じて、新しい姿を見せることができる気がして、心がときめいて期待している。何より、原作とはまた違う面白さを感じることができるだろう。共演する俳優、スタッフの方々と呼吸を合わせながら、良い姿を見せることができるように最善を尽くす、と覚悟を伝えた。ハン・セゲのミステリアスな世界に入る、航空会社の本部長ソドジェ役はイ・ミンギが演じる。抜群のルックスと長身、スマートな頭脳まで、神の祝福を受けた完璧な男だが、総合失忍を持っている。傷がバレないために、人の細かい癖や歩き方まで記憶する緻密な努力で、完璧さを維持する人物だ。ハン・セゲとの出会いで、ソドジェの人生は大きな変化を迎えることになる。大体不可能な魅力で、自身だけの演技の世界を繰り広げているイ・ミンギは、ジャンルを行き来する変化に富んだ俳優だ。特に、タルジャの春、この人生は初めてなので、で、突拍子もないがロマンチックな、ラブコメの達人、の姿を見せた。イ・ミンギだけの色で演じるソドジェが、早くから好奇心を刺激する。イ・ミンギは、良い題材のストーリーに惹かれ、キャラクターにも興味深かった。また、オヘヨン僕が愛した未来、時間、シルダ、のファンとしてソンヒヨ。ウク監督、ソヒョンジンさんとの共演に期待している、と感想を伝えた。ビューティーインサイドは韓国で今年下半期に JTBC で放送される。